はい、おはようございます。これがシドニーで危険と言われているキングスクロスの朝ですね。はい、ガセなんだって言ってみると結構筋肉鍛えるの好きなんだね。ね、みんながっちりしたいいちゃんとした音で聞かれる。やっぱ今日はブルーマウンテンズに行くんですけど、ブルーマウンテンズっていうのはね、まあ高尾山みたいなもんですかね。関東の人は分かると思うんですけど、はい、関西で言うとなんだろう、あれだな、神戸の上の方、なんとか園みたいな感じですかね。ではその前にファーマーズマーケットが今日は8時から開催されているということで、ちょっと見ていきたいと思います。いいですね、めちゃめちゃいいですね、めちゃめちゃいいやん。買ってしまいそうだな、この勢いは買わされる勢いですね。買わずにここ出れるだろうっていう、あ、出れると思うね。ちょっと英語風に訳しちゃう。いいね、はい、ジャパニーズ TV ですよ。大体なんかたまにね、この人すごいでかい犬を飼う。敵が。この犬が、本当だったら負けるんちゃうかって。この犬が。10ドル、2ドル。10ドル、1000円ぐらいですね。1000円、1100円。1000円で新鮮な果物が手に入りますよ、ね、リタブファーム、リタさんの農場ってことですごいでかいもん、でかいもん、さすがに強そうだよ。犬は理性でなってたらならない。カメラを持ってるのは面白いです。This is a 英語でいきますか。 This is a farmer's market on Saturday, on this Saturday. There are so many dogs that I'm the only person having miniSmart camera. It's recording better than dogs. Today I want to go to Blue Mountains too, but from the market open on Saturday here. I watched
スベースマーケットプライス、maybe $10 or $10. $10 buying any food, vegetables, fruit. So big.